はい、どうもスタッフ健太です。今日はですね、5月11日月曜日、朝8時です。先ほどまでですね、7時ぐらいに開催されたあのZwiftのレースに出てたんですけど、まあ、30分ぐらいの、短いレースだったので、サクッと終わりました。ここ最近ですね、アルゼンチンの選手が非常に多くこの時間帯に参加していまして、アルゼンチンの結構強力なですね、ロードの選手だとかマウンテンバイクの選手もちらほら出ています。その中でですね、まあ最終的には集団スプリントになったんですけど、ちょっと昨日の疲れも出てまして、最終的には5位でフィニッシュをしました。今日の練習はそんなところなんですが、今日の、話はですね、昨日行われた、マウンテンバイクの、日本のトップ選手たちが集まるレースですね、ライジングサン、ステイホームアドベンチャーレースというZwiftのですね、レースだったんですけど、生配信も、これはZwiftジャパンさんと、JCF、が協力して、生配信の方もされました。その内容はですね、詳細の方にリンク貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。このレースですね、 ABCD のカテゴリーで、行われまして、日本のトップ選手たちはですね、 A カテゴリーでエントリーをしていました。私もですね、この時間帯本当は、11時お店オープンなんですけど、こんなイベントなかなかないので、スタッフにですね、レースが1時間ぐらいで終わって、シャワー浴びてご飯食べてっていうような感じで、13時まで出てこれないからっていうような話をしまして、このイベントに参加させていただきました。このコースですね、全員がですね、マウンテンバイクを乗るような感じのコースで、ジャングルサーキットというコースになってます。機材はですね、Zwiftのマウンテンバイクを使いまして、全員が全員同じ機材で走るので、もう本当リアルなパワー勝負になります。コースは単純にですね、もうアップとダウンだけみたいな感じ、あとちょっとした平坦はあるんですけど、アップとダウンだけのコースですね。約2キロぐらいの上りに、それとあと2キロぐらいの下り、それをですね、ぐる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 繰り返すというような感じのところで、 A クラスはですね、そのコースを3周回、約30キロぐらいですねのレースでした。初めの段階でですね、エントリーリストを見たところ、結構ですね、日本のトップ選手たちも、マウンテン以外のトップ選手ですねたちも結構ちらほらとエントリーリストの中には名前が入ってましたね。例えばですね、エカーズの湯浅選手、あとは、Zwiftでも結構強いですね、富澤選手、今野選手、そして稲雨の高杉選手、それとあとはですね、新潟が誇る、スプリンター、野崎選手、そして、ツールド沖縄でも有名な井上亮選手の名前もあったりですね、寺崎武郎選手だとか、続々とですね、Zwiftパワーの、ランキングのサイトを見るとこんな感じのメンバーが揃ってました。でそこでですね、私がちょっと注目した選手がいまして、唯一ですね、オーストラリアから出てるこれ J バイン選手っていうのかな、ランキング的にはもうこの中でも圧倒的に強い選手なので、パワーの状態を見ると、スプリントもいけて、上り下りもいけてっていうような感じの選手なので、かなり注意して見てました。で、レース展開なんですけど、スタートした直後ですね、もうかなりのスピードで走ってまして、私ももう一番初めからちょっとちぎれそうになるぐらい
初めあんまりペース上がらないんじゃないかなって思ってたんですけど、やっぱりみんなあれですね、生配信とかがあるとテンション上がっちゃって、いきなり一番初めからバコンといっちゃうような感じで、一番初めのですね2キロぐらいはまあ下り基調なんで、あんまり多分パワー上がんないだろうなと思ってたら、だいたい先頭付近は5倍から6倍ぐらいをずっと踏み続けてました。もうそこでですね、まあ後ろでまあこのズイフトに慣れてる選手たちですかね、まあ私もその野崎さんもそうなんですけど、後ろの方でですね、まあ中切れをある程度カバーしながら、まあうまく走って、まあちょっと体力を温存していたような感じですね。で1周目の上りでですね、もうすでにここでもう15名ほどに絞られてました。マウンテンバイクの有力選手の中にはですね、山本浩平選手、あとは時選手だとか、中島歩夢選手、そして、女子からは小林あかり選手などなど、まあ、その辺がですね、入ってました。ズイフト内で、そのアマチュアの選手を見ると、エカーズの湯浅選手、あとはですね、拓磨選手、そして、神楽 DD 選手だとか、まあこの辺ですかね。まあポイントでも結構やっぱ高い選手たちがそのまま、この集団に残ったような感じですね。特に個人的にはですね、エカーズの湯浅選手がかなり上げてたんで、それで何度かちょっとちぎれそうになるような感じのところもちらほらとありました。で1回目の上りでかなりもう心拍が上がってて、今までちょっと見たことないような感じの心拍まで上がってたんで、ちょっとこれもうあと2周はさすがにこの上りついていけないなというような感じではあったんですが、2周目のところでですね、最終地点ギリギリ踏ん張ってなんとか持ちこたえたんですが、3周目の、上りでですね、これ多分誰かな、オーストラリアのこのバイン選手か山本浩平選手かどっちかだと思うんですけど、ちょっと中、もう序盤からですね6倍7倍ぐらいの感じで登ってったところで、もう、自分はですねもう足つりかけてしまって、5倍ぐらいしか出せなくて、そこでドロップしてしまいました。3周目の周回に入るまでですね、約1周目で15人、2周目の上りで12人、そして3周目に入る時には野崎選手と小林あかり選手がドロップした状態で、10名になってました。その段階で、上り始めで私がドロップしたので先頭集団は9名だったんですね。でまあその集団スプリントの様子はですね、全く自分はもうヘロヘロで、後ろからですね、猛追してきた小林あかり選手になるべくその追いつかれないように頑張ってちょっと足をつりながらですね、頑張っていたんですけど、最後の15秒ぐらいですね、もう小林あかり選手 もう6倍7倍ぐらいで踏んでくるんで、自分も6倍7倍ぐらいで踏んだらですね、最後の15秒で、もうふくらはぎがですねもう全開につりまして、なんとかギリギリ、7秒8秒差ぐらいですかねで、ゴールしたような感じです。なのでリザルト的にはおそらくきっちりとしたリザルトは出てないので、まあその前半の10人のリザルトはちょっとよくわからないんですけど、自分は多分10位だったと思います。このようなですね、日本のそのトップ選手たちと一緒に走れるような機会はやっぱなかなかないとは思いますし、まあリアルだとですね間違いなくもう瞬殺されてしまうような感じなんですけど、ズイフト内でですねこういう風な形でまあ一緒に走れるっていうのは非常にですね、これ
オフシーズンにこういうイベントをやってもらうと非常にですねファンは嬉しいのかなというような感じはしました。特に今労働のプロチームですねの方々も、やってはいるので、あれがですねやっぱファンライト的な感じの競技者をできる限り、プラスにモチベーションを上げるために、こういう風な活動を、ロードレースの方ですねしていただければ、まあ、一番ベストなのかなというような感じはします。そしてですね、これ以外に山本浩平選手もそうなんですけどやっぱグループライド的な感じの、ゆっくりロングライドみたいな企画もされてるというところで各選手ですね、自分のトレーニングプラス、そうやってファンにですね、アピールをしてるっていうところがさすが、プロ選手だなというところはあります。という感じでですね非常に楽しい、レースを、していただきました。MC の、ライタさんお疲れ様でした。非常に機械慣れされてないような感じで YouTube 見てなんかキョロ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 してたのが非常に面白かったんですけど名前を言っていただきありがとうございました。という感じでですね、今日は以上です。またこういうですね、レースがありましたら参戦したいと思います。それでは今日は以上です。お疲れ様でした。